はい、ハンマケの本気のハンマーインバー先生です。まあ人間というのは非常にもうこう野蛮なんだけども、私は上の生物なんですけどね、人間の上の生物なんですけど、私がね、例えば六本木ヒルズにね、100個のね物件を持ってて貸してたとしますでしょ。で、他の人にはね、力関係があるんで、私の場合はそういう貸したとしてもたくさんあっても、他の人を例えば次は90%持ってても、そのね物件、他の人には入っても私のところには一軒も入らないとね。で、どんなにいい物件でもそうなんですよ。そういう人間と私との力関係があってね、正常なわけですよね。で、またね、私は偉いから、楽天カード銀行がね、私が借りてないお金をね、偽造してね、で、裁判所も警察も、グルになって請求して支払わされたことがあるんですよ。全然何も借りてないのに偽造されてるよ。向こうがお前生意気だからっていうことでね。それでこれ警察と裁判所グルだから言っても無視ですよね。楽天カード銀行、カード会社全員がねグルになってね。そんなことを、まあ、あと、殺人した人全然捕まえないとかね。未だにそうですね。殺人してね、警察とぼけて絶対捕まえない。もう、まあ、それが現実なんですよ。で、力関係で。私の買ってるね、売ってる商品も、買わないよって言って、別にこれ力関係がありますからね。で、人間バカだから、話したり聞いたりすることっていうのも、ね、700年後に分かるようなことでしか話すことできないんですよ。あとひどいのは、私が教えないと何でも、何にも技術開発しないんですよね。だからひどいのは高層ビルですね。まだ私は教えてないんですよ、人間にね。で、人間バカだから、教わんなければちゃんとしたものを建てられないんです。何でもそうなんですよ、医療だって何でもね。で、金ばっかり俺が、私が取ってね。あと、創業者は実際は私なんだけども、関係ない人が創業者は全部なるわけですね、人間たち。私が創業者でね、大きい会社とか作ってて、偽造ですよね。それで人間たち、私が作ったね、会社、世界中の会社ね。創業者っつって億万長者になったりするわけですね。全然関係ない人が全部、人間じゃなれないからね、そもそもね。知能が足りないから。そればっかしやるわけですね、人間たちってね。だけど、それでお金取れてんの？どっから、私払ってないよ。で、私その分、軍事とか防衛費に全部回してますから、お金取れなかったらね。力で動かせるでしょ？何をやってんのかって、人間バカだから、関係ない人に金を億万長者とかあげて、これ誰が払ってんの？私払ってないよ、全然。私が本物の創業者だしね。全部取ってるよ、僕は。人間たち、それで、関係ない人にたくさんお金払って、どっからお金出してんの？人間たち潰れてるだけじゃないのかな。
それはね、力関係というのは大事なんですよ。それで、その力関係が嫌だとかいうのは、これはもうおかしいし、仕事でね。力関係なかったら、引力なくなっちゃうでしょ？で、そんな人と一緒にいられないですね、この、何もやって、ごちゃごちゃした喧嘩はダメですしね、危ないからね。理論で、ね、怪我しないようにね、叩かないといけないよね。それが一番大事な仕事の方法ですけども、ね。ガチャがばガチャばっかりやったら、死人がたくさん出るでしょ、そんなのはね。だから理論で、お前強いのか、本当かって言って、弱かったら引き下がれるよってね。ね、っていうことですよね。力関係が仕事にあるんだから、どんな仕事を、ね、いい仕事をやったって力関係なければお金も稼げないし、ね。人間っていうのは強肉食生物ですからね。ただ、道具を使って盗むんですよ。それが仕事ですね。100%ですね。だから、それに対して、ちゃんと、ね、しないと力関係つけなければ人間たち何でも盗みますからね。抑える力なければ全部盗みますよ、人間は。法律なんて関係ないですから、こんなのは守りませんから、全然ね。大体人間っていうのは頭悪いから、話したり聞いたりすることできないからね。ちょっと後で何て言うかな、もう時間になりましたね。